東京を江戸と申した自分のお話。とある町内に物知りの隠居が住んでいた。しかしいくら物知りとは言っても、人間一人の知識などたかが知れている。当然世の中には知らぬことの方が多い。だがこの隠居、皆に物知りともてはやされるうちに、 知らないことでもつい知っていると嘘吹いてしまう癖がついていた。ある日のこと。男が一人、隠居の知恵を借りようと尋ねてきた。ごめんください。ご隠居はいますかおー、久米ではないか。あまあ、立ち話もなんだから、上がっていくといい。久米と呼ばれた男。 正しくはクメハチといって少々頭の鈍いところがあった。それでも好奇心は旺盛でよくこの物知り隠居を訪ねてくる。得意がって知識を披露すると素直に感心して褒めてくれるので隠居はクメハチを大層気に入っていた。旅に出ていたと思っていたが無事に戻ってきたんだな。ええ。 おかげさまでなかなかに楽しい旅路でしたあ。結構、結構。クメハチは簡単な土産物などを出しがてら、物ありげに隠居に語り出した。生まれて初めて旅なんてものをしましたが、いやいや自分の了県の狭さを思い知りましたよ。そうであろう。世界というのは広いものだ。まあ、今度の旅でわしほどとは言わなくても、多少の知識はついたんだろう。 クメハチは照れくさそうに笑う。へへへ、そうなればいいなと思っておったんですがね。旅先でどうにもわからないことがありまして、どうにも引っかかっていけないんです。そこで戻ってきて早速ですが、ご隠居の知恵を貸してもらえないかと。おほう、どうせ暇を持て余していたんだ。見上げ話と思って聞いてやるか。話してみろ。へえ。 旅先で見聞きした話を、クメハチは言って聞かせ始めた。西街道のとある峠を歩いていたとき、茶屋で化け物の噂を聞いた。お前さんは旅の人かいええ、江戸に住んでおりやすが、死ぬ前にあれこれと見ておきたいと思いやして。旅は道連れ、クメハチは茶屋で共に腰掛けた書老の男と仲良くなり、 少しの間共に歩くことになった。男は丹五郎と言って、峠を挟んで向こう側にある親戚の家に行く途中だという。日暮れ近かったのだが、道に慣れた丹五郎と一緒だったので、強気で山道を歩いていた。黄昏時の夕焼けが山麓を照らしている。江戸にいたのでは見られなかったであろう景色に、クメハチは少々胸を打たれた。 その時、ちょうど向こう側から人がやってきた。そち村の六兵衛でございます。急に名乗りを上げた。夕日が逆光となり相手の顔はよく見えない。一体全体なぜ名前を言ったのかがわからず、くめ八はあたふたとした。が、隣の丹五郎は慣れたもので、落ち着いて返事を返した。豆腐村の丹五郎でございます。 隣は旅のお方で、クメハチさんと申します。そう言うと、あとは挨拶も世間話をするでもなく、そのまますれ違ってしまった。クメハチは六兵衛と名乗った男が見えなくなってから、訳を尋ねてみた。ああ、実はこの辺りには、夜や夕方になると、昔からヤンボシという妖怪が出ると言われていましてね。 追いかけ回されたりひどい時にはそのまま連れさらわれてしまったりするんです。小心者のクメハチは驚いた。その様子を笑いながらタンゴロウは続ける。それでですね、そんなことになってはかなわないから、この辺りでは夕暮れや夜になった後は、すれ違う前に名乗り合って、相手が人間かどうかを確かめるんですな。もし答えなかったら相手は化け物だから用心する。 というのを昔からやっているんです。へえ、妖怪は名乗らないんですかまあ、そう言われておりますな。名乗らない奴がいたのなら、化け物でなくても事情を知らぬよそ者かいたずら者ですから、結局は用心するでしょなるほど、もっともだ。と、久米八は語った。ああ、やんぼしか。聞いたことがある。 ということはお前さん、漢族の方まで足を伸ばしたんだね。お、わかりますか隠居は得意げに笑った。当然だ。ヤンボシという妖怪は、薩摩はそっちの方で聞く名前だからね。さすがですね。で、結局何が聞きたいんだそれがですね、はじめは納得してたんですが、なんでヤンボシって化け物は名乗らないんだろうかと、ふと思いまして。 んどういうことだですからね、誰だお前はと聞いておいて、俺はヤンボシだと答えて、妖怪だ逃げろとなるなら、話はすんなりと落ち着くんですよ。痛いところを疲れてだんまりを決め込むなんて男らしくないじゃないですか。ヤンボシが男かどうかはわからないだろ。そりゃそうですけど、結局名乗らないでおいて化け物だとバレるくらいなら、いっそのこと名乗ってしまえばいいじゃないですか。 それとも名乗れない事情でもあるんですかいそう聞いて隠居はちょっとしたシャレを思いついた。なのでせっかくだからクメハチのことをからかってやろうと考えた。は米はは、クメハチ、お前さんの言う通りだ。ヤンボシには名乗れない事情があるんだ。やっぱりそうですか。で、どんな事情があるんですか簡単だ。ヤンボシには名前がないのだ。 だから名乗りたくても名乗れない。えだってヤンボシにはヤンボシという名前があるでしょヤンボシというのは人間が勝手に呼んでいるだけだ。向こうはそんなことは知らん。そういうもんなんですかお前だって猫にニャーと呼ばれても返事はしないだろうーん、まあ確かに。それに名前がないのはヤンボシだけに限らない。お化けというものには名前はないのだ。 えそうなんですかああ、そうだ。考えてもみろ。幽霊だったり妖怪だったり、化け物というのは得てして姿形はあるが、生きてはいないだろう。生きていないものは自分で名前を持つことができんのだ。なんでまた簡単だ。生きていないものには、生命がないからだ。